はい、こんにちは。アレックスエンニンコシロ矢島です、えー。今回ですね、私の方であの制作してます、矢島のスピードチェック講座のですね、ご案内ということでね、えー、ちょっと今回こちらの動画をね、えー、撮らせていただいてます。まあ、あの、もしね、えー、よろしかったらご清聴いただければと思いますね。で、今回ですね、ちょっとこう、えー、今まで、えー テキストをね、こう、紙媒体のものをプレゼンターにこう、まあ、映してたんですけど、まあ、ちょっとこういうのがね、ちょっと時代遅れなんじゃないかと、まあ、いうことで、まあ、とうとう、レックもですね、まあ、あの、こう、講師の方が希望すれば、なんか iPad をね、使って、なんかこう、綺麗な画面を、まあ、受講生さんの方に、まあ、お見せできるんだということで、で早速、まあ、私の方もね、まあ、そういうのをちょっとやってみたいなと思ってね、ちょっと個人的には、あの、iPad なんか使ってないんですけど、まあ、あの、そういうのを使って、まあ、見てね、皆さんの方に喜んでもらえればと、まあ、思ってね、ちょっとこうやってますね。で、大体どんな感じの、こうね、画面になるのか、 っていうとあそ,うだってその前にね、スピードチェック講座ってどういうものなのかっていうと、これテキストのですね、冒頭部分の挨拶文のところなんですけれども、まあ要するに、 こちらね、えー、2023年の試験、えー、司法試験とか予備試験の合格をまあ目指してる人に対してのまあものなんですけれどもで、要は何をやってるかっていうと、このはじめにっていうね、ブロックのところの、まあ、3行目のところなんですけど、試験直前期にね、試験直前期に各科目の全体を体系的にまあ、ねえー、まあ把握するっていうことで,で、その全体、えーとまあ、科目っていうのは7科目あるんですけどね、まあ、司法試験予備試験のまあ必修科目のまあ7科目を、ねえー、まあ短時間で効率よくまあ勉強しましょうという感じになってますね。で画面 がね、あの今あの写ってると思うんで、すけど、まあ、こんんな感じで、まあ、じううあまで綺麗にせるゃちょっとね、中身を、まあ、あの、ちょっと宣伝、講座の案内だけですと何ですから、あの、最近ちょっと新しい、あの、面白い判例が出てましてね、まあ、あの、以前、平成29年に、まあ、Google のね、あの、この検索記事の、えー、削除請求をね、どういう要件のもとに、まあ、認めるべきなのかっていうのが最高裁がね、ちょっとこう判事したものがありますけど、最近、その Google ではなくてですね、Twitter のね、あの、記事の削除がね、認める られるたための要件をこう提示した、まあ、最高裁判例ありますんでちょっとこうテキストがまあどんな感じでこう映るのかっていうのをちょっとこう、ね、あのお見せするために、ね、そこのところのお話を簡単に、ねえー、したいと思っています。じゃあちょっと、ね、そこのところを <coughs>、えー、見ていきましょう。はい。で、こちらが <coughs>、はい、どうでしょうかね。こんな感じなんですけれども。 えまずね、Google のね、検索結果の削除請求っていうところなんですけれども、でこちら要は、まあ簡単に言うと、えー、このね、えー、2段落目、この矢印のところのね、2段落目のところなんですけれども、特にまあ、このね、Google の、まあ、いろいろですね、こう、えー、記事のところで自分が過去になんか犯罪とかをやったような時にね、そういった記事がこう、まあ Google の方で検索されちゃうってことになると、まあどんな利益がこうね、侵害されるのかっていうところが、まず憲法上問題になるんですが、で、そこのところに関しましてはですね、 えーまあ、最高裁のところは非侵害利益の特定に関して、この今のね、この二段落目のところの、まあ、四行目のところなんですけれども、まあ、ちょうどね、このレーザーポイント映ってるんじゃないかと思うんですけど、個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益みたいなね、まあ、そんな感じでその非侵害利益のところは、あの、捉えてるんですね。で、えー、こちらですね、まあ、どういう要件充足すればですね、えー、そのね、えー、検索結果の記事が削除を許されるのかっていうところが、あの、問題になったんですけれども、当然、あの、検索のね、その結果の、まあ、記事をこう、 表に出すっていうことは、まあ、その当然、その検索事業者の表現の自由の、まあ、問題でありますから、それを削除されるっていうのはね、その人権制約の問題が出てきますよね。あと、あの、まあ、皆さん自身が、その場合、やっぱり Google を使ってね、いろいろ検索なんかをされることがあるんじゃないかと思うんですが、やっぱその皆さんは、その Google を使ってね、まあ、いろんな情報をこう、知ることが、まあ、できるってことで、まあ、知る自由っていうのが、まあ、皆さんあるわけですよね。で、そういったことで、検索結果の削除がね、こう、されてしまいますと、皆さんが知りたい情報が、まあ、要は得られなくなるということで、まあ、皆さんに対するね、その知る自由の まあ制約の問題なんかも出てくるんでね。まあいろいろやっぱりその対立利益との調整を適切にしていかなければ、その削除請求っていうのがね、憲法上正当化されないはずなんですよ。で、そんなところで、えー、そのね、最高裁がどういうことを言ったのかっていうところをお見せいたしますと、まあ今日はね、ちょっとこうサンプルで、あの、ちょっと実験的な動画あ撮,ら撮ってますんで、まああまり長々お話し、えー、する予定はないんですけども、要点といたしましては、ちょうど今テキストに映ってるんじゃないかと思うんですが、ちょっとね、ここにレーザーポインターを。 えちょっと当てますと、公表されない法的利益。要は、あの、利益考慮をね、対立利益を適切に考慮するっていうことなんですけど、公表されない法的利益と、えー、検索結果としてまあ提供する理由。これが、ここでね、こう、対立するまあ利益になっていくんですけど、それを比較考慮をするんだと。で、公表されない法的まあ利益ですね。まあ、その公表されないことによって、その個人のプライバシーっていうのがまあ守,守られるわけですけども、公表されない法的利益が優越することが明らかな場合にね、で、そういう時に、やっぱその、えー、検索 事業者のその情報提供の自由とか、あとまあ皆さんがね、その Google を使って、まあその情報をまあ得る、まあ、自由っていうのがあるんですけど、まあそういったものをこうね、制約することが憲法上正当化されるんだっていうね、まあそんな感じになってるわけですよね。で、えー、ここでのまあポイントは、えー、このね、 ちょっとこの下にメモがあるんですけれども、1個目のメモのところですが、最高裁は、その削除請求としてね、当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合だってことで、この明らかっていうのをこう入れてるんですよね。単純にこう、まあ通常憲法、 の、ま、問題として、えー、そのね、人権が制約、正当化されるかってことを考えるときに、やっぱその人権制約をこうね、やっぱりこう、えー、正当化するような対立利益の存在っていうのが、ま、必要になってくるわけですね。で、そこのところが、ま、適切にこう考慮できていればね、まあ、その人権制約が憲法的に、ま、あの、まあ、許されるってことになるんですけど、ここのところ、今その優越することが明らかだっていうことで、ま、言ってるんですけど、単純なね、比較考慮をまあしてないっていう話なんですよね。通常こう、まあ、ある人権のね、制約が正当化されるか、 かってことを見るときに、まあ、当然、こう、天秤にかけてね、えー、まあ、どっちの利益が優先するのかってことを、まあ、見ていくわけなんですけど、で、そのときに、まあ、その天秤っていうのが、やっぱり、こう、えー、公平な天秤じゃなければ、本来いけないんじゃないかというふうに、まあ、思うんですが、これね、優越することが明らかだ。 ということで、えー、まあ、よほどね、そのプライバシーの、えー、擁護性が高いんだっていうことが言えない限り、えー、その情報のね、その提供の自由というのが、まあ、グーグルですけれども、グーグルによるその情報提供の自由っていうの、自由のね、制約が許されないみたいな感じになってるんで、ちょっとこう、あの、平等な天秤にはかけてないですよね。で、これって、その、まあ、日本の最高裁よくありがちなんですけども、まあ、その対立力考慮するときに、やっぱりその事案っていうのを、まあ、しっかりね、あの、まあ、見ていまして、で、特にその、えー、天秤の一方の方にかける、まあ、利益がとても大事な、まあ、利益だと、 ということになるとね、そのもうその使う天秤自体が変わってきて、その利益を優先するようなね、天秤をこうつくあの、使ってくるときがあるんですよね。で、特にまあ、あの、Google ってなんでじゃあそんなにねで、大事にされるかって言ったら、まあ皆さんも多分 Google 使ってると思うんで、なんかイメージ湧くんじゃないかと思うんですけど、やっぱりその Google で自分が、あの、こう欲しいと思ってる情報がね、得られなくなったら相当不便なんじゃないかと思うんですよね。で、そうなってくると、やっぱりその Google による、えー、その Google をね、使って情報の検索結果の提供をする、そういった利益って すごくまあ大事なんじゃないかってことになって、その個人のプライバシーよりもちょっとこう優先、えー、されがちになってくるんだっていう話ですよね。でまあそれが正しいかどうかはまあ、あの、それは別ですけども、正しいかどうかってのは自分で考えていかなければ、個人個人ね、考えていかなければいけないんですけど、少なくとも最高裁はね、Google の検索結果の提供の自由というものについての擁護性を非常に高くまあ見積もってるっていう話になってきますね。でそこで今度ね、じゃあ今 Google の 検査結果の削除請求の要件で、ね、まあ、非常にその情報提供の自由っていうのをまあ優先してるってことで、公平な点秤にはかけてないという話をしましたけど、えー、今度ね、えー、その、 ツイッターのね、記事の削除請求が認められるための要件を考えるときに、同じように考えていくのかっていうところがあの一つ問題になってくるんですよ。で、そこで、えー、ちょっとテキスト進めていきますと、えー、こちらですね、今度またちょっとレーザーポイント当てますと、えー、このツイッターの投稿記事の削除請求の、まあ、要件ですね。で、これ最近ですね、最高裁の方で、まあ、令和4年の6月24日なんで、比較的あの新しい最高裁の判例なんですけれども、まあ、こちらでね、ちょっとその削除請求認められるための要件のところは判示してます。で、こちらね、 印まずね、あの、Google とやっぱり同じ、そのね、要件で削除できるのかってところが一つ問題になってくると思うんですが、まあ、結論といたしましてはですね、えー、この三段落目のところなんですけど、第二審はね、先ほどの Google の事件と同じ、あの、削除要件、要は優越することが明らかな要件ってことで、まあ、公平な点瓶かけないでね、あの、その削除請求。 の要件をこう提示したって話になりますよね。で、そうなってくると、まあ、その交際の、まあ、二審のね、原審のまあ判断というのは、まあ、グーグルによって情報提供するまあ自由とね、あとツイッターによってその情報を提供する自由の要望性を、まあ、同じものだっていうふうにあの見積もってるまあ可能性があるわけですよね。そこで、えー、その29年の先ほどの最高裁のね、グーグルと同じ枠組みで、ツイッターの削除請求が認められるための要件を立てました。ところがですね、えー、その後のところですが、 えー、一心と最高裁ね、これ単なる優越の要件ってことで、要はね、特段その情報提供のまあ自由をね、優先しなかったんですよ。だからまさに公平なその天秤にね、個人のプライバシー、要はそのね、いろいろ自分のプライバシーにかかるまあ事実をね、そのツイッターによってこう、まあ情報提供されないっていうまあ意味でのね、まあプライバシーの自由と、えー、それからそのツイッターでね、まあ情報提供する自由のところを、まあ同じようなあの擁護性なものだってことで見積もって、でまあ公平に天秤にかけて、で事案を見て、まあどっちの方が優先するのかってことで、 で、それでその削除請求ができるかどうかってことをね、判断しようっていうふうにあの考えてるわけなんですよね。で、この点に関してちょっと、えー、もう少し補足をせ、まあ、しておきましょうか。えっ、ー、と、ちょっとね、最高裁の判事の内容なんですが、えー、こちらね、最高裁はっていう段落のところ見えますかね。ちょっとレーザーポイント当てますとね、えー、最高裁っていうところなんですけども、まずね、 えー、途中のところまでは、先ほどの Google の事件と同じで、要は、個人のプライバシーに属する事実をりに公表されない利益は、まず法的保護の対象になるんだってことを言ってます。で、そこで、ね、先ほどの、まあ、判例、過去の最高裁判例、二つ、今のところを言うのにね、挙げてるんですけど、そのうちの一つに、先ほどの平成29年度ですね、Google の、あの、先ほどのね、削除請求のまあ要件、まあ、明らかに優越のね、要件を立てた Google の事件のところを挙げてますね。ところがですね、その後のところですよね。まあ、このまま29年判決の まま言ってしまいますと、まああの、明らかに優越ってことでね、あのちょっと公平な天秤ではなくなってしまいます。ところがまあ結論としてはあの公平な天秤なので、この後やっぱりそういうあの公平な天秤を導くための、ねえー、理,由理由を、ね、述べていかなければいけないわけですね。でそういったことをやってるのがこの次。 のところになります。で、ちょっと続きを見ていきますと、ツイッターがその利用者に対し情報発信の場合はね、あとここね、ちょっと緑で、あの、蛍光ペンで試しに塗ってみたんですけど、まあツイートの中から、まあ必要な情報を入手,入手する手段を提供するなどしていることを、まあ踏まえるとね、で、ここはだいぶ、あの、こう言葉がね、飛んじゃってるはずなんですよ。これ踏まえてなんで公平な天秤になっちゃうのかと、先ほどの、まあ Google の事件では公平な天秤ではなくてね、その Google の検索結果の情報提供の自由というのを、まあ非常にこう優先するような、まあ そういった枠組みを立てたんですけれども、その今のね、なんでツイッターっていうものをあの踏まえると、えー、その公平な点秤になっちゃうのかってことで、ここのところは、まあ、あの、理由がわかんないところなんで、いろいろ考えないといけないところなんですね。で、そこのところは後でちょっとお話しするといたしまして、ちょっと話を進めていきますとで、ね、今のところちょっと読み進めていきますと、次にちょっと線引いてあるところ、まあ、レーザーポイントは出てきましょうか。え、その上国人の、 え本件事実を公表されない法的利益と、えー、本件各ツイートを一般の閲覧、えー、に教し続ける理由に関する事情を、これ、比較考慮して判断すると。で、この後、この削除請求がね、ツイッターのその、えー、結果ね、えー、ツイートの、えー、ツイートのその削除請求の要件なんですけど、本件事実を公表、えー、されない法的利益が、本件各ツイートを一般の閲、ね、覧、えー、に教し続ける理由に、ほら、で、ここで、あの、優越する場合、明らかに優越する場合っていうのは言ってないんですよね。公平な天秤にかけてます、ここで対立利益をね。えーという する場合には、まあ、本件各ツイートの削除を、えー、求めることができるんですよということで、あの、やってますね。まあ、いわゆる単なる優越の要件なんて形で、学者、その先生なんかは、あの、言われてますね。さて、で、ここから先が、まあ、やっぱり大事なんですけれども、なぜ、このね、最高裁は同じ。まあ、大雑把に、まあ、言ったらね、インターネットでの、結局、その情報提供によって、まあ、個人のプライバシーが、まあ、害されるわけですけど。その、やっぱり、その情報提供の自由と、で、反面、まあ、情報の提供。の自由の要保護性っていうのは、やっぱり、その情報の受け手のね、知る、自由のところの。 やっぱりこの価値から支えられているものになるんですけども、まあ、いずれにせのそういった情報提供の自由や、あそのね、えー、知る自由っていうものと、まあ、一方でそれを、えー、行使されることによってね、まあ、害される個人のプライバシーのところで、なぜこういう形で用法税が変わってきてしまうのかって話なんですよね。そのツイッターと、ま、グーグルとでね。で、この点に関しては、あの、先ほど最高裁の判事の、ま、内容ね、まあ、踏まえるとみたいな感じでごまかすような感じで、まあ、理論が詰められて、ま、ないので、そこのところをいろいろ考えていかなければいけません。で、ここは、あの、答えが、 もう、あの、あるわけでなくてね、今後ずっと考えていかなければいけないことだと思うんですけど、例えばですが、えー、ちょっとこちらね、えっ、ー、と、次の記事をお見せいたしましょう。えー、こちらね、えっ、ー、と、メモのところなんですけれども。 えー、これは比較的最近のね、方、えー、学教室の2023年、まあ、令和5年の1月なんでまだ、あの、ちょうど今授業をね、あの、2月にやってますけれども、えー、先月にね、出たばっかりの記事なんですけど、えー、これちょっと見ていきますのでレーザーポイント当てていきましょうか。1行目のところです。えー、優越することが明らか、要件で判断しなかった理由をね、まあ、最高裁言ってないんですけど、じゃあそれなんでなのかってことで、で、こちらのですね、えーまあ、先生考えられた理由ですけど、えー、ツイッターも検索機能を備えているものの、その対象はツイッター上の ツイートに過ぎずね。まあ、ここなんですよね。ツイッターをすごく大事だと思っている人もいれば、グーグルとまあ比べてね、大したことがないということで、まあ、結論から言うと、あの、やっぱりそのツイッターってなんか検索をしたときに、そのツイッターの記事、 基本的にツイッターの記事だけから、こうね、あのー、情報を得ることしかもできないのに対して、まあ、Google の場合っていうのは何か必要なことをこう検索した場合に、まあ、やっぱりこう、全世界のね、インターネットの中にこう、埋もれている情報を見つけ出してくれてね、まあ、そういったところからこう情報収集ができるので、やっぱりその情報収集能力っていうのが全然違うんだって話ですよね。で、それをやっぱりその、えー、情報の受けてのまあ自由っていう面であの考えたときに、その知る自由の要望性っていうのがすごく高まってくるでしょうし、あとはその知る自由と、その情報提供の自由、まあ、つまり表現のまあ自由っていうのは、やっぱりその表裏の のの関係にあると思いますので、まあ、そういうことで、その Google の情報提供能力とね、えー、それとその Twitter の情報提供能力との間で、こう、差が、まあ、あるんだとしたらね、えー、まあ、そのプライバシーとの関係で利益考慮をするときに、やはりその情報提供能力が非常に高い、まあ、Google に関してはね、まあ、公平な天秤じゃなくてもよくてね、まあ、優越することが明らかだっていうところで、えー、そのちょっとこう、公平ではない天秤をね、情報提供の自由を優先するような天秤にかけることが、まあ、正当化される可能性が出てくるんですけども、Twitter の場合はまだそこまでいかないよっていうね、まあ、そういう価値 判断で最高裁のま裁判官たちが判決を出した可能性はあります。ただ、あの先ほど言いました。通りね。実はこの。 えー、グーグルの、えー、あ、グーグルじゃなくて、このね、ツイッターの事件も、ま、原審は、あの、先ほどの29年決定と、あの、同じね、あの、優越することが明らかな要件でやってますから、ですので、そのツイッター事件の、えー、この高裁の裁判官たちは、まあ、やっぱりそのツイッターの情報提供能力はね、あの、グーグルの情報提供能力とやっぱ同じぐらいすごいんだっていうふうには思ってたんでしょうね。ですから、ここのところはやっぱり答えがないところで、えー、その各自が、そのどういう価値判断を守つのか、まあ、ある意味ちょっと言い方は悪いかもしれませんが、最高裁の裁判官たちはね、もしかしたらそのツイッターを ちょっと舐めてる可能性がね、まああるかもしれませんよね。で、それに対して、まあその、交際のね、ツイッター、Twitter、事件のその交際の裁判官たちは、ツイッターの情報提供能力というのもやっぱりすごいんだと。Google の情報提供能力と同じぐらいすごいんだ。という,うにあの、価値判断を持たれてね、まあそこでその公平ではない、まあ天秤を守っいたんじゃないかっていうあの可能性ですね、があるっていうことですね。というわでこうやって考えるのがね、やっぱりその法律の面白いところなんじゃないかと思いますね。あとですね、ちょっと最後にですね。 その今の話の、えー、ところなんですけど、まあ、今のちょっとご紹介したのはですね、えーまあ、令和5年の1月でも最近出たばっかりの方の学教室なんですけども、それと、あとね、この、えー、判決に関しましては、えー、今、あのー、憲法の、ね、試験交際のされてます、獅子戸先生。 がですね、今、あの、警察学論集の方で、これ現在連載中なんですけれども、判例講座っていうのはやってるんですよ。で、やっぱ指導先生は指導先生なりにね、あの、まあ、この判例どう見るのかってことで、まあ、あの、ちょっとこう評価を、あの、してるところがありますね。判例講座ってちなみに、あの、結構、あの、特に刑事訴訟法でね、あの、判例講座で、あの、結構こう、あの、それを教材に使われている方多いんじゃないかと思うんですけど、まあ、もともとね、警察、警察学論集の方でこう、連載していたものをね、警察法であの、河井で先生が連載していたものが、まあ、今なんか、 なんか、製本されて、それで結構受験生がね、あの、広く使われるようになっているような感じなんですけど、まあ、この、その、いずれね、まあ、だいぶ先になるかもしれませんけど、まあ、今、試験講座員の指導先生も、今、現在連載中ですので、まあ、そのうち、あの、またこう、製本されてね、もっとこう、世に、あの、広まっていくんじゃないかなっていうふうに、あの、思ってますね。まあ、私の講座と関係ない話なんですけども、まあ、そんな感じで、まあ、とりあえず、あの、私の矢島のスピードチェック講座、まあ、今度から、こんな感じでね、マイパッドを、まあ、利用してですね、まあ、ちょっとこう、視覚的に面白いような、あの、講義ができたらいいなっていうふうに、あの、思ってね、やっていきたいと思ってます。じゃあ、 あの最後までご清聴ありがとうございました。